家永は前に抜けた脇坂につけます。クロスして田中近づいて山根が中に入る。山根を狙った、山根が折り返す、かかとから家永だ。お見事、深いところを川崎らしく崩しました。出てきたのはサイドバックの山根、まあ、幅取ってそこから内側入れ替わりながらまた内側飛び出し、まあ、ヒールの戻しも非常にテクニカルでしたけども、エウマンジョスも序盤からこの、ね、幅捉えた内側のところはかなり意識して埋めてたんですけども、まあ、人が入れ替わりながら出てくるところで少し後手踏む感じになりましたし、まあ、非常にあのスピード感もある中での技術的なレベルの高さと、この最後のシュートも全く簡単ではないと思うんですが、まあ、開幕戦多くの人が注目している中で非常に素晴らしいゴールが見られたですね。